ガルフ諸島地図ガルフ諸島の景観ガルフ諸島はカナダブリティシュコロンビア州太平洋沿岸地域の本土とバンクーバー島を隔てるジョージア海峡に点在する島々の総称である。一部国立公園にも指定されている。また同名のハウラキガルフ諸島がニュージーランドのオークランド海岸に存在する。ガルフ諸島という名称はかつてジョージア海峡を ジョージア湾と誤って名付けられたことに由来する。ガルフ諸島は普通サザンガルフ諸島とノーザンガルフ諸島の二つのグループに分けられ、バンクーバー島の七妹、本土側のフレーザー側川,川口部を結ぶ線が南北のガルフ諸島の境界線となっている。サザンガルフ諸島はアメリカ合衆国のサンファン諸島とともに一つの群島を形成している。以下、サザンガルフ諸島に 数多く存在する島のうち、主な島を紹介する。ガルフ諸島国立公園は2003年にその独特な生態系を保護するため、パークスカナダにより指定された。生態学的に多様な植物や海洋生物が生息し、主なものにねじ曲がったギャリーオーク、優雅に咲く野生のユリ群、ケルプの密集地帯、そして巨大シャチが一体に生息している。 上記のノーザンガルフ諸島の島々は、ガルフ諸島の一部として考えられることもあるが、ジョージア海峡に位置していないため、厳密には単独で、ディスカバリー諸島を形成しているとも言える。英語版より翻訳。ありがとうございます。